リード大阪 YouTube チャンネルご覧の皆さん、いつも逆じゃなかった？俺ら立ち位置逆っすね。こういう小ボケいります？リード大阪 YouTube チャンネルご覧の皆さん、おはようございます。おはようございます。今日ははい、実は意外と知らないブーツの履き方を説明します。本来あるべき、はい、うちのショップの動画の形はこうやったかな。そうそうです、こういうのからスタートした、ね、そうそうそう、うちでも結構ブーツスノーボードブーツを買ってくれてる人おるんですけど、説明ももちろんします。買うときにボアやったらこういう特性がありますとか、引っ張るタイプやったらこういう特性があります、ヒマやったらこういう特性がありますって説明はするんですけど、説明します。実際雪山で履くときにちょっとやっぱ分からんなと、例えばやけどインナー出してもうたら、インナーとアウター出しちゃったらどうやって入れたらいいねんとか、はい、うん、で履くときはどういう風に締めたらええねんとかっていうのをちょっと解説していきたいなと思います。結構お客さんからハテナが多かったんで、まあスノーボードをこれから始める人たちのために準備じゃないですけど、ブーツは履かないとスノーボードできないんで、まあ、レンタルにしても買うにしても必要なことなんで、はい、うん、裸足ではできないんで、はい、一番まあ大事な部分というか肌に当たる部分なんで、そこをちょっと解説していきたいと思います。思います、はい、で種類ざっくり分けて、まあ、出したんですけど、ディーラックス、フラックス、バートン、バンズ出しました、はい、で紐を引っ張るタイプね、スピードレースタイプでボアのタイプっていう感じであります。量はどれ入ってるの？僕はもうバンズです。バンズ、はい、シャロースリーとのコラボの絵の描いたブーツです。紐やもんな。紐です。紐がかっこいいからです、うん、まあでも紐の良さもありますからね。あるな。だからそういう部分を今回ちょっと説明していけたら、はい、と思います。はい、はい、じゃあどれからいく？世界のバートンさんが引っ張るタイプなんで、引っ張るタイプからちょっと説明していきましょうか。はい、はい、じゃあボードソックスに履き替えて、はい、はい、じゃあ早速履いていこうと思うんですけど、はい、お前それあれやん、なんか笑う、魚ちゃん。そうなんですよ、これ池新くんとスタンスのコラボの。明日デザインのこれ？これ明日デザイン、いや一応スタンスなんです。うん、スタンスなんですけど、うん、スタンスと明日デザインのコラボ。絶対嘘やろ。バレました。そんなデカなってんの？はい、あの人、あの人デカなってます。これね、まずバートンはっていうくくりで言うとあれなんやけど、これ見てほしいんですけど、スノーボードのブーツってインナーとアウターに分かれるんだよ。ほんでこのまあインナーのシューレースから締めなあかんねんけど、これがアウター側についてるのかこっち側についてるのかって、ありますね、あんねん。リラックスとかはこっち側についてんねん、インナー側、ね、インナー側にハーネスが。なのでこれ、まあ、みんなこれをこうやって入れるときにさ、なんかぐしゃぐしゃになるやろってなるやん、入らへんから、もうこれブーツ履かれへんやん、はい、うん、もうスノーボードできんやん、これ終わったやん、オワコン、オワコン。積んだ、積んだ。こうなったら積むから、これを外したくないっていう人もいてんねんけど、これ実は簡単に入れれるんですよ。はい、順番は基本的に全部の紐をなるべくブルブルに緩くしといてもらって、ガバーンってこう広げます、開きます、ガバーン、そうガバーン開いて、コツはまあこうやってこういう状態、フック船長タイプですね。あ、いいこと言った。フック船長タイプで入ります。手は今俺の手はこういう風に入ってるから、わかる？こうですね、こういう風に入ってるから。こうこう入れて、これを先っちょこうやって入れて、ここまで入ったらもうこうやってグイッと押し込む。ほんならちょっとここに隙間できんのよ、ここがね、ここが入ってへんのよね。でこれをこう地面にこうトン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 していって、こうやったらもう入りますんで、はい、問題はこのアウター側、そうやね、こっちやね、アウター側なんです。アウター側は、うん、正直このインナー側についてるやつはまあもう多分誰でも入れれるんですけど、うん、このアウター側についてるやつ、こいつが邪魔やねんな。こいつがまあ邪魔なんですけど、うん、まあ最初、まあ、簡単に言ったらこういう状態なんですよ、うんうんうん、こっちが、うん、でそれもさっき言ったように、う
一番先っぽと奥、うん、奥と手前を同じように出して、うん、一気にガバッと紐をやっちゃえば、うん、全部が全部がゆるゆるになるな、ゆるゆるになるんで、うん、僕はもうシンプルに、うん、こう、あーそういうことね、もうかかとを押し込んでます。でその時にかかとがぐしゃってならないように、はい、しっかりかかとを送っていかなかった。そうです、下にかかとをです。さすがにぐちゃってなってる時もあるんで、うん、あとは微調整は、うん、この中でやっちゃいます。手突っ込んで、手突っ込んで、うん、でも完成です、うん。じゃあこっから実際ブーツを履いていくんやけども、こう注意せなあかん点っていうのはちょっと説明していきますね。結構みんなこの部分、インナーのターンっていうんやけどね、これターンで、こっちターン、アウターのターン、インナーのターンを結構ルーズになんかもうバッバッバッってみたいな感じしてる人おる。あーそれはやばいっすね。うん、じゃなくてできたらちゃんと足首のところまで下に、ね、そう、ここに隙間があったら絶対動くから、動いてまうんで、こいつをしっかりすねと足首に合わしてパチッパチッとやってください。でこの辺の周辺の締め方はメーカーによって違うんですよ。ここが太い人、ここが細い人、足首が太い人、細い人、いろんな足の形がいてるんで、履いた方がいっぱい、まあブーツを、ね、試し履きした方がいいんですけど、で、ま、僕このマジックテープがこの上に来て持てる状態、うん、この状態まだ甘いと思ってて、うん、もっと僕は押し込みます、下に下に、ここもうほんまにこっからここまで全部フィットさせるために押し込みます。押し込む、はい、押し込んで、うん、ちゃんと合わせる、はい、もうここのラインが当たるぐらいまでね、はい、うん、一緒に面になるぐらいまで、うんうん、ここのね、はい、そっから、うん、インナーを引っ張ります、うん、はい、でここもさっきみたいにこうやってなってたりとかしたら締めれないんで、しっかりこのアウターのターンも押し込んで、ちゃんとここが沿うように履きます。ゆっくり引っ張っていくときにこの紐たちがこうやって絡まってたりするとこうなるんすよこれあるあるやから、こうなったらあかんから、そう、丁寧に、最初は丁寧に外して横並びになった状態で締める、ギューッと締めます。でここのロックの機構に関しても各社違うんで、その、まあ、バートンやったらこっち側にギザギザがついてて引っ張り込んだらもうここで止まってるんで、もうこれ緩まないんですね、ここでもうロックかかってるから。うん、D ラックスさんはここにこれがあるんで、こういう風にこれでアンロックでロックでっていう風になってるから。で今回はそのブーツのしっかりした履き方、脱ぎ方の説明なんで、まあ各社メーカーね、そういう部分は違うんだけども、こういう引っ張るタイプの締め方的には最初はゆっくりここ紐かぶらんようにして締めていって、最終的に力いっぱいギューッと締める。じゃあ亮が今履いてくれてるみたいにここに隙間がない状態を作れるんですよね。ここ結構力ない人が締めてるとここがこうガバッと緩まってる状態があるんですよ。そう、こういう状態、こういう状態で締めてる人は結局滑ってるとこれ前に遊びがあるんで、はい、空の反応が悪くなります。空の反応が悪くなります。多分滑ったっす。いや滑ってないやろなんでしっかり、そうだから女の子とかが締めるときにアウターがね新品やったらちょっと硬い場合があるから、こうここをしっかりコン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 で叩いて、で腕で引っ張るんじゃなくてこうしっかり背筋で引っ張るような感じで、はい、ギューッと片方ずつでもいいです。はい、で引っ張ってください。そう、女の子なんかは片方ずつ引っ張ってもらっても大丈夫です。はいはい、カッチカチになりました。うん、これでなんでこっち見たんや、ドヤ顔で。いや、うん、やってくれるかな。やってくれへん、やってくれへんやってくれへん。次、脱ぎ方ですね。ロックを解除して、はい、ここを緩めます、はい、前回で、あとはもう引っ張ったら全体的に、ここ重要なんが、みんなこの状態で紐をこうやってやるけどこうしかせえへん人いる。わかる？わかります。
こうしかせえへんかった。そう、ここ閉まったまんまやねん。じゃなくてこれをこうじゃなくてこっちやねん。自分側にこうやってやることで引っ張ることでここの隙間が、ここが開くのよね、隙間が。じゃあ次インナー緩めます。で、やっぱこれも多いのがこのまま脱ぐ人だよね。そう、もうあんだけ力いっぱいインナーを締めたにもかかわらず、ここをほとんど緩めへんまま脱ごうとする人がほとんどやねん。じゃあ一番奥のここを、そう、緩めてあげる。そう、指をちょっと頑張って入れていって、じゃあもうあとはさっきと同じ要領で、そう、じゃあもうこの足の甲の方までこんだけ分浮いてるんですよ。だからもう手突っ込んだらこうやってもう全然入るん。だから自分の手突っ込んで入らへんかったらここが閉まってもうてるから脱がれへん。脱げない。そう、ここまでやったらもうあとは簡単に脱げる。スン、ほらだからスノーボード行ってブーツが脱げないっていう人多いと思うんやけど、脱がれへんっていうのは閉めた時に閉まったまんまの状態で脱ごうとしてるから脱がれへんから、でその逆に言うとその状態のまま脱いでしまったらアウターとインナーも取れへん、出せない。そう、だからここがこうなってる状態ではこれも結局引っかかって取れへんから、だからみんなこれが取れへんっていうね。でも全部を緩めてあげたら今取れへんかったかもしれへんけど、全部の紐をやわやわにしてあげてゆるゆるにしてあげた状態やったらもう簡単にこうやって取れるねん。だからこれ誰がやってもできること。絶対できます。絶対できる。女の子でもできる。女の子でも絶対できる。で、女の子でもここまで緩めてるものに対してこれをグッてはめ込んでいったら絶対に入る。これで履けるから OK ですか？ OK です。 OK です。じゃあ次はボア。